然わからない。なんか専門学校ではないな、うん、だから多分明日未来、ね、なんであんまり参考にならなくていいと思ってる私はあの素敵に撮ることを信条としてないので、私のベストはあのダラダラと見続けられるというのがベストなんで、私の中で このために買った、見せてくださいよ。買われてない、中華と焼き鳥もつ、鳥ともつかな、がいっぱいあったり、餃子美味しかったですよ、餃子とサラちゃんが美味しかった。いや、なんか聞いたら、うん、調べてくれた感じです。なんだ墓かよと思って、広げたら娘組織の葉っぱとか、せっかくだから行ってみました。上は何だろう、うわ何これ、買ってこいよ。こんな素敵なお店が急に出てきた。老舗じゃない、もう大正、大正13年生まれてないじゃん、さすがに上じゃないのよって。出直しなさいで。そう、え、質問節美味しかった。美味しかったですよ。質問節食べてないからな、名古屋行きたいな、パンとケーキと質問節。え、ここもともとそのマークしてたビル。そうそうそう、もともとここもしてたんですね。え、ちょうどいいじゃんっていう。そうそうそう、別に一人でも行けるけど、昼からやってたんですよ。なんか最初にって言われたらここにしよう。バババン行きましょうか。すごい大地だなっていうのが当たるんだよね。どれから、アールグレイから。じゃあ私は2回目、うん、え、それとも違う。うん、衣に、うん、衣に。いや、いいですよ、この5歳5歳江戸時代、食文化が、今の食文化が割と開花したの江戸時代だから、そう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 、なんかあってもおかしくない。大丈夫です、お疲れ様でした。わかる。
あ、大丈夫、全然大丈夫です。顔面が映ってなければ。頑張れ頑張れ。若い頃はあんな感じでこうキャッキャッキャッじゃなかったんですけど。これ一応ね一応大丈夫見てえ見て大丈夫大丈夫ですよこうやって持つのはね大丈夫上手に焼いたね焼いてるなフライだよわかりますわかりますさすがにここからあんままだセーフだまだ